球を包む愛、人類の試練と地球神の導き、大川隆法。第一章、地球を包む愛、雨の御親神の教えと真の世界正義。2021年12月14日、説法、埼玉県埼玉スーパーアリーナにて。1、世界の隅々まで教えを行き渡らせたい。今日の話が今年の120回目の説法になります。トータルでは3369回目だとのことです。ということで、来年3500回いけるかどうか一つの目標になっておりますし、本の方も2900冊を超えて出ておりますので、来年3000冊に到達するかどうか一つの目標になっています。かっこ会場拍手、かっこ編集中、説法当時2022年5月発刊の自分を鍛える道、幸福の科学出版館で3000章突破。延々とやっているわけでございますが、ありがたいことです。皆さん簡単には悟ってくださらないし、かっこ会場笑い、私の法も簡単には広がりませんし、本はたくさん出して2900冊以上積み上げたら読む気がする人がいるかどうかは定かではありませんが、それでもどの一作一冊がお手元に届くかわかりません。どの一作があなた方を導くことになるかわからないし、海外の方々も全く違った種類の本に関心を示しておられます。だから私の努力に終わりはありません。かっこ会場拍手、ありがとうございます。先ほどから映画ではやや日本神道的な色彩のある次の映画、かっこ愛国女子紅武士道、制作総指揮、原作大川隆法の宣伝を兼ねた音楽等も出ております。かっこ編集中、本法話の事前プログラムとして映画の主題歌、愛国女子は行くの歌唱があった。今回、かっこ生誕の地として日本という地を選ばせていただきましたけれども、私の心は現在日本語で話してはおりますが、はるかにこの国を越えて世界の隅々まで教えを行き渡らせたいと思っております。今日は全世界3500カ所で衛星中継になっておりますけれども、インドとかネパールとかでは国営放送のテレビで何度もかけられますので、実は日本で聞いている人よりもはるかに多くの方が私の話を聞くことになります。ですから本当は英語かヒンディー語で喋らなければいけないところなのですが、どんな役になっているかは知らないけれども、現地の翻訳でやってもらうしかございません。ただ親切なことに聞き逃す人がいるので繰り返しかかるそうなので、やっているうちに分かってくる方もいると思います。また日本も時間的には何ヶ月か遅れることが多いのですけれども、地方局ではありますが数局、だいたい5、6局ぐらいのテレビ局では、私のご生誕祭とエルカンターレ祭の法話は流してくださっています。近県の方も合わせればかなりの数の方が
見てくださっています。ですから、私は目の前に座っておられる皆さんを一応念頭に置いてお話をいたしますけれども、この話はずっといろいろなところに広がっていって、当会の予定しているところでは、最終的に来年の3月夏ぐらいまでかかって聞く人がいるとのことであります。ですから、内容的に時事的なものだけではあってはならず、一般的なあるいは普遍的な内容も含んでいなければならないものだと考えています。